米大リーグパドレス9から8ナショナルズ8日サンディエゴペトコパーク。パドレスが劇的なサヨナラ勝ちを収めた。先発したダルビッシュ有投手が3回6失点で降板し、4回にも2番手左腕の釜れながに失点。0から8と8点差を追いかける苦しい展開となった。だが4回に、カマレナのグランドスラムなどで7点を奪い、ナショナルズ先発右腕のシャーザーをマウンドから引きずり、下ろした。6回に1点取って、ついに8から8の同点に追いついた。そして9回、ファムのウゼンダなどで西に3塁とすると、グリシャムがウゼンにサヨナラだ。一時8点差をひっくり返す大逆転勝利となった。3回で降板したダルビッシュだったが、打線や救援投手の踏ん張りで勝敗はつかなかった。